けましておめでとうございます。こちらこそ。よし、年賀状配達頑張るぞ。沼津を通って西伊豆に行くべきか、伊豆の国を通って伊東を回るか。あー、今度はこれ買ったんや。おー、タープだ。これその辺のヤステントより全然クオリティ高いぞ、これ。あー、電車来ちゃうよ。一人でゆっくり物思いにふけたり、ソロキャンは寂しさも楽しむものなんだって。みんなとするキャンプも大好きだけど、私もりんちゃんみたいにソロキャンプやってみたいな。来た。暖かくなったら遊びに行くよ。いつもキャンプは1月までだけど、来年は暖かくなっても続きそうな気がする。それは秘密です。